ダルビッシュ選手来てますよ。あとフォートナイトしてください。マジで？あ、すいません。あ、そうなんだ。なぜダルビッシュ選手が、あ、はい、おそらく、よろしくお願いします。はい。すいません。なんだろうね、野球選手って暇なの？スポーツの試合してない時は暇なんでしょうね、きっと。はい。あ、オフって4ヶ月何にもないんだ。あ、じゃあ本当に暇なんだ。へえ。あのね、これ、公の話で言うべきではないかもしれないですけど、ダルビッシュさんがすげえなと思ったのは、ダルビッシュさんを見染めたサエコさんもすごいんだけど、サエコさんのその後のうまくいく人を見つける能力すごいよね。サエコさんと付き合う人って大体うまくいってるじゃん。だから別にあの、サエコさんがいたからダルビッシュさんが野球うまくなったとは思わないんだけど、ただ、サエコさんがその後付き合う人って、結構うまくいってない、ゾゾの人とかさ。そんで、サイコさん自体もさ、ビジネスうまくいってるじゃん。だから、お、すげえなと思うんですけど、はい、あの、すいませんね、この話されたくないと思うんですけど、はい。思っちゃったんで言ってしまいました。あの人はあの人なりに才能あんのかなって思うんだけど、養育費高すぎますよね。はい、すいません。あって、シラフだったら僕こんなこと言ってないと思うんですけど、いや、ほんとすいません。まあ、でもね、人を見抜く能力ある人ってたまにいるんですよね。はい。余計なこと言いました。すいませんでした。とはいえでもその、あの、よく喧嘩しますよね。ダルビッシュさんは。面白いなと思ってて。スポーツ選手って、頭が良くてスポーツできる人と、頭良くなくてスポーツできる人の2種類いると思ってるんですよ。あの、要は、筋力めちゃくちゃいいとか、その、脳の部分を運動に特化しちゃってるだけで喋る能力がないっていうパターンの人とかっていうのが、まあ、具志堅さんとかいると思うんですけど、喋れるタイプのスポーツマンの人って、割とその、どうやって筋力つければいいとか、じゃあ自分のその運動のためにはどういう風に神経筋肉を育てたらいいとかっていうのをまあ一郎さんとかやってると思うんですけど、割とダルビッシュさんもそのタイプの頭使ってるタイプの人だと思うんですけど、で頭使ってるタイプの人で一郎さんとか外に向けて喋んないじゃないですか。ダルビッシュさんとか本田さんとかって外に向けてすげえ喋るんですよね。あれはその僕はその社会にとってはいいことだと思うんですよ。高校野球の根性論とか良くないよねっていうのって、現役でちゃんとしてる人が根性論良くないよねっていうのは正しいとは思うんですよ。でもどうなんだろう、その年取ってじゃあその日本のなんか野球の監督になるとかコーチになるっていう時に、あのダルビッシュは俺嫌いだからみたいな、要はあの張本さんみたいな人がテレビでそれなりに影響力を持ってるわけじゃないですか。それっぽいことをテレビで喋ってこの人正しいよねって高齢者の人が思っちゃうみたいな、仕事も受けないので本当に何もありません。受ければいいのに、なんで仕事受けないんだろう。しょうもない何にもリスクもない仕事を受けて、受けたお金をなんかひたすら寄付するとかすると社会がもっと良くなると思うので、とりあえずなんか適当な仕事を受けてオーストラリアに寄付とかしてみてください。あ、YouTube などの収益寄付してます。あ、そうなんだ。すげえな。ちゃんとしてますよね。